ステーキサラダを作ります。なるべく脂肪の少ない牛肉、この脂肪の少ない牛肉こそが肉の味がします。でこれを食べるためにですね、今日はちょっとオイルを使わないでニンニクを使ったドレッシングを使います。それもノンオイルで、やるわけです。でドレッシングを作るんですけど、まず、クレソンをちょっと茹でてですね、下からその下が太いから下から入れるんですよね。それでちょっと茹でて、さっていってください。その後にニンニクも茹でます。このニンニクをだいたい 25g っていうことですね。ニンニクはそうですね、3分ぐらい茹でますね。でこの茹でますと、臭みも抜けますから、生よりは使いやすいと思ってください。はい、茹で上がったら、ニンニクが茹で上がりました。これフードプロセッサーあるいはミキサーにかけてですね、細かくします。それと茹でたクレソンでございますね、ここに入れてドレッシングを作ります。はい、ここに長芋を入れてまいります。長芋を入れて、はい、ここに酢、50cc を煮切るんです。そして後に薄口醤油を 30cc 混ぜたものをここに一緒に入れながらドレッシングを伸ばしてまいります。はい、ドレッシングができました。肉を焼いていきます。肉はですね、室温に置いておきまして、直前に塩コショウしてください。両面塩コショウして直前ですね、なるべく直前に塩コショウすると肉汁が旨味が抜けないで、脂身のない、肉質をなるべく選んでください。で薄くですね、フライパンを冷たい中ですね、熱さないでください。フライパンは熱さないでですね、低い中にこう入れてきます。はい、そこに一緒に玉ねぎを入れて、ニンニクのスライスと熱さないでこう入れてきます。ここで中火弱で火を入れて焼いていきます。で実はゆっくり焼くっていうことに意味があるんですね。この65度っていう温度からタンパク質の加熱に入るんです。でこの加熱に入る前に40度から60度っていう温度にミオシンという物質がイノシン酸に変わる時間が必要なんです。とだからゆっくりやると肉のうまみが出るんですよね。でこれをもし極端な言い方すると電子レンジのようなので火を入れてしまうと、その時間がないためにうまみがないんです。でここの肉の中に肉汁をこう凝縮したうまみの汁がここでは美味しいっていうことの理由になるんで、ここをゆっくり火を入れていってください。ここちょうど半分までこう白くなってくる要素が見えてくると思うんです、火がですね。そこの時が開始時でございます。返したら玉ねぎも途中でこう返しながら焼いていってください。こうこまめにこう返しながら、たまにですね、火がどうしても強くなってしまったら一回上げちゃってください。もし強くなりすぎたらですね、ゆっくりゆっくり、これでも余熱で火を通すってことであって、一気に火を入れるんじゃなくてゆっくり火を入れていくことによってうまみを引き出すわけですよね。だいたいこの玉ねぎの焼き具合とだいたい一緒ぐらいと思ってくれれば楽かと思いますね。
でアスパラを、茹でといたものを途中から入れてください、5、6センチに切ったものを入れて途中に入れて、そこでもう一回一つの鍋で仕上げていってしまう。余熱でこういうふうに火が通っていくっていうことが見えると思うんですけど、これが、ね、焼き具合ですね。でこちらを焼いてきながら、こっちをカットしていきましょうか。見ていただいたら分かるんですけど、すごく肉質が柔らかいです。加熱じゃない、生ではないっていう、ちょうど秘密ゾーンの大体75度ぐらいのここの辺がなった時に、旨味がここに凝縮されたお肉の焼き方です。クレソンを添えます。でクレソンというとどうしても西洋的なイメージしますけど、日本で言ったらセリですから、そのセリを添えてると思ってください。もちろん日本のセリでも構わないですし、貝割れでもよろしいから、ちょっとそういうものをちょっとお使いいただければ楽しいかなと思います。でドレッシングをですね、つけ添えます。かけてもよろしいですけど、まあつけて食べてもよろしいかと思うんで、ここには今日はドレッシングを添えてきます。肉を焼くんではなくてジューシーに火を入れるっていうですね、それにこのタレはニンニクをちょっと隠し味に入れまして、クレソンと長芋を入れたちょっとピリ辛的な、要素がございます、ステーキサラダを召し上がりください。